私はね、比嘉女盛雄と申します。14歳から始めまして、正式に、宮井長順先生の流祖の宮井長順先生のお弟子さんである直系の宮井愛院先生、この方からこの方に指導を受けたのがちょうど16歳、あれこれ54年間になりますかね、まあ、現在70歳ですけども、ずっとその先生の下で、空手の指導を受けました。ここは細かいか連続でいきます。最初は上中下は低くいって、ここはもう小さい細かい技入ってきて、空手はね、空手を続けるとやはり例えば特に五十流というのは非常に、はい、強くこうやりますよね、はい、でそれから銃と投げ技、逆技、銃も動きも銃もあるし、また五は強さ、速さ、それから銃は柔らかさ、こう そういう動きと呼吸を調和とると素晴らしい空手ができるし、また精神的にね、激しい稽古をすれば精神的に自分のコントロールできます。だから空手もともとは相手に勝つためじゃない、自分勝つためなんです。そうすると健康につながるし、相手との輪もできるし、精神的にも強くなります。例えば単純な突きでもね、あれこの単純ですね、面白くない、でも毎日続けることによって体が強くなると、なるし、この単純なことを続けるほど精神面が強くなる。すると自分の心もコントロールできます。人間ですから、怒りもある、悲しみもある、その中でね、自分のコントロール、心をコントロールすればね、輪につながります。相手も尊敬できるしね。まず一番大事なことは礼ですね。相手にさ、礼儀さをきちんとやって相手を尊敬する。それがどこの国行ってもね、輪につながります。これが空手道です。空手道 is my life。ペチュリジョー。またはスーパーリンペ。ジョこれが型です。だから型を大事にしてます。型が木で言えば根っこですよね。根っこあれば
枝浜、組みたり、シェアり、猫信ざり、いろいろこうたくさんの応用ができるという型が中心になります。空手の型というのは一人で空間の中で、はい、5時間やるってなかなか難しいことですよ。自分に打ち勝たないとできない、相手言えばね、相手の攻防によって組み合わせできますけど、組み手も大変ですよね。叩かれる、殴れる。だから空手の型というのは自分に明日相手を倒すためじゃなくて自分に勝つためにある。決裁第一。大きな病気したことない。膝だけね、たくさん蹴りしてそれだけ痛めた感じ。あと何も病気したことない。あと手とかは手は壊した。壊したらこれ一つ折ったことある。でもこれ機械棒ジムナスティック、落ちてそれで折ったことある。空手で怪我したことない。でもまたした。オートバイ、モートバイ、あの私アクシデント、ちょっと飛ばされて、でも痛い、もう病院は行くでしょ。でもすぐ空手行った道場。